フランクルドルフ・パウルは、アメリカ合衆国のイラストレーター。パルプ雑誌において、サイエンスフィクションのイラストを手掛けた。オーストリアのウィーン生まれ。ニュージャージー州、ティーネックで没。性の表記は、ポールとする資料もある。自身もまた、ルクセンブルクからの移民であったヒューゴガーンズバックに、見出され、黎明期の SF 雑誌の表紙へ、挿絵の両方を描き。 強い影響力を持った。アメージング史1927年8月号の表紙、パウルの作品の特徴は、劇的な構成、明るい色使い、そして人間の顔を描く能力の欠如である。また、若い頃に受けた建築学上の訓練も、作品に影響を与えている。契約により、1926年4月から1929年6月に、 かけて、アメージングストーリーズ38巻分の表紙を描いた。1929年に、ガーンズバックが、アメージングストーリーズを手放して、エアワンダーストーリーズ、サイエンス、ワンダーストーリーズ、ワンダーストーリーズなどを創刊すると、パウルはガーンズバックに従って、アメージング史を離れ、これらの新雑誌でイラストを描いた。また、パウルは、プラネットストーリーズ、 スーパーワールドコミックス、サイエンスフィクションマガジン、そして、マーベルコミックス創刊号のカラー表紙絵も手がけた。最後のものは、ヒューマントーチとサブマリナーの初登場を、呼び物としており、状態の良い部は2万から3万ドルの値がついている。合計すると、パウルが描いた雑誌の表紙絵は220以上である。 パウルの最も有名な表紙絵はおそらく、アメージングストーリーズ1927年8月号で、これは、H.G. ウェルズの、宇宙戦争の再録に合わせたイラストであった。フランク・アール・ポール・デッド、イラストレーター・ワズ・79、ニューヨーク・タイムズ、P56、ジューン30、1963、SF 大百科事典ハット・ジョン・ガスタ・ファシンピーター、ニッケルズ、 ザエンサイクロペディアオブサイエンスフィクションエドジョン・クルートピーター・ニッケルズ1993ストリートマーティンズ・プレス NY ありがとうございます